鈴井さん、どうかなさいましたか？その、どうしても聞きたくて。どうやってイカ様を見破ったのか。簡単なことですよ。早乙女さんが投票を操っていることはすぐに分かりました。そこで私はどの手が多く投票されているか知る必要があった。でもどうやって？仮に早乙女さんと通じている人が20人いたとしましょうか。この20人が出す手を共有しないとイカ様にはなりません。でも観察した限り投票される手に規則性はなかった。かといってあらかじめ順番を覚えておくというのも大変でしょ。よって何を出すべきかはその場その場で毎回決められていたと考えられます。ではどうやって？チップを使い尽くしてしまうまでずっと観察していましたが、早乙女さんは特にアイスのようなものは出していなかった。では音は？いいえ、それもありませんでした。とすると残りは一つしかありません。早乙女さんの代わりに教室にいる誰かが合図を出している。この考えが正しければみんなの視線を集める特定の人物がいるはずです。観察を続けるうちふと気がつきました。私への視線はギャンブルの当事者ですからあって当然。その考えが間違いのもとでした。彼らの視線は私ではなく、その実私の後ろにいる人物に注がれていたんです。そこまで分かってたんだ。あとは簡単です。鈴井さんの挙動から合図を推察しました。僕の挙動？後ろにいたのに？ええ、何しろ手鏡は乙女の必需品ですので。そっか。もう一つだけ聞かせてくれないかな。最後にチョキを引けたのはなんで？確率はかなり低かったはずなのに。ああ、それは全くの偶然です。ラッキーでしたね。嘘だろ。120万使ってやっとイカ様を解明したんじゃないか。それなのにただの偶然に1000万かけたっていうのか。イカ様を見破ったことを黙っていれば最悪でも五分の勝負ができたはずだ。チョキさえ引ければほぼ必勝だったし、それでもあえて話したのはリスクを負うのが楽しいから。まあそんな、私だってただリスクを負うのはつまらないですよ。でも有利すぎてもつまらないでしょ。はあ、やっぱり君は特別だ。そんな感覚僕はきっと一生持てない。学園はやめるよ。え？借金があったんだ。早乙女メアリに500万円、ギャンブルで返そうとしてまた借金が増えて沼を泳いでるような気分だった。もう疲れた。君くらい強かったらもっと違っただろうね。あ、ジャバミさん本当にごめんなさい。そういえばお礼がまだでしたね。どうぞ。いや、ちょ、今日は楽しいギャンブルができました。これはほんの気持ち程度ですが受け取ってください。は？いや僕はイカ様に加担して君を。私は絶対に勝つ勝負も絶対に負ける勝負も嫌いなんです。それはギャンブルではありませんから。今日刺激的なギャンブルができたのは鈴井さんのおかげです。ありがとうございました。その笑顔は一点の曇りもなく見えた。僕への恨みも憐憫も一切ない。心底今日のギャンブルが楽しかった。だからお礼を言う。それだけだ。彼女はまともじゃない。ギャンブル狂、賭け狂いだ。鈴井さん、おはようございます。
ジャバミさん、おはよう。あら、嫌ですわ。私たちお友達になりましたでしょ。え、夢子でいいですよ。あ、その夢子にはとんでもない借りができちゃったな。え、昨日の。すぐには無理だけど必ず返すから。あれは差し上げたものですから気になさらないでください。確かに返すあてはないけどって、いやいや、そういうわけには。早乙女さん、これは一体何かあったのですか。これっていじれない。あんたに負けたからこうなってんだよ。ほら、早く名札つけなきゃ。ルール違反で借金増えちゃうよ。みーけ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 。 I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. 私立百花王学園、この名門校には階級制度がある。それを決めるのは勉強やスポーツではない、ただギャンブルの強さのみ。早乙女のことは君のせいじゃないよ。この学園のルールなんだ。ルール？うん、うちって政財界の実力者の家の子が多いからさ、将来人を使う人間に必要なのは駆け引きとか独身術、あとここぞって時の勝負強さっていうのが学園の考え方なんだ。はあ。だからここじゃギャンブルが強い人が人望を集めるし、逆に弱いと迫害の対象になることもある。具体的には階級制度があって、学園のギャンブルを一元的に管理している生徒会への上納金、その金額で階級が決するんだ。ランキングは不定期に発表されて、そこで全生徒3000人中下位100位になると非協力傾向生徒、通称家畜とされる。家畜の名前は男ならポチ、女ならミケって決まってる。あ、じゃあ鈴井さんのも。うん、でも100万の特別上納金で解除されたんだ。君のおかげでね。まあ、それはおめでとうございます。本当にありがとう。昔はここまでひどくなかったけど、変わったのは2年前、今の生徒会長が就任してからだ。桃髪キラリ。うちは中高一貫だけど、彼女は高等部で編入してきた。で、いきなり生徒会長になったんだ。当時の生徒会長と会長の座をかけたギャンブルをして。まあ、会長の座をギャンブルで。この学園の生徒会って最強のギャンブル集団だからね。そのトップに勝つって相当だよ。彼女は改革を断行、上納金やポチミケ制はこの時できたんだ。それからだよ、どんどん差別意識が強くなっていったのは。まあ早乙女の場合は極端だけど、みんなに協力させた挙句こっぴどく負けたからな。上納金の締め日が重なったのも運が悪かったとしか。あ、ごめん、怖がらせちゃったかな。まったく、聞けば聞くほど規格外の学園ですね。転校してきてよかったです。この子には恐怖って感情はないのか。